青コーナー175センチ92.6キロ、パンクラス初参戦、井上俊介。赤コーナー172センチ92.1キロ、パンクラス初参戦、浜中和弘。あ、今ヒグダがきっと落とされた。まず大きなこの蹴りのモーションを出していったのは浜中であります。ラフターセブン桜庭和志の道場としてもおなじみです。さて大石選手、このお互いのまずこの重量感あるこのね、このリング上でありますけども、これまたスピードがありますね。この階級というのはもともとパンクラスライトヘビーというのはすごい層の厚い階級だったんですけど、やっぱりその階級変更から徐々に人が減っていて今寂しい状態になっているんですよね。ちょうどこのやはり体格的に日本人としたらこの層の薄いところなんですよね。なのでやっぱりこういう選手がどんどん上がってきてもらって、やっぱパンクラスのライトヘビーを盛り上げてほしいですね。あー、おー、ここで大きく投げました。井上俊介、一瞬にして試合が動いたかと思いきや、井上俊介怒涛の打撃パンチの嵐であります。さあこの吉田道場から今夜初参戦を果たした井上俊介でありますが、ただいまの試合1ラウンド52秒、レフリーストップによる TK を入れまして、勝者青コーナー井上俊介。お決まり1ラウンド52秒であります。井上俊介、打撃により完封、レフリーストップで見事勝利を収めている。強い、もうあのタックル切った状態で殴って、これからどうなるのかなっていう風に見てたら自分が間違いでしたね。それで強いパンチ入ってましたね今。そうですね。さあその井上俊介のマイクがあります、聞いてみましょう。本日ご来場ありがとうございました。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 僕あのパンクラスは今日が初参戦ということで、いや気持ちよかったですねやっぱり。はい。次これ勝ったらチャンピオン川村選手、会場に今日来られてるかどうかちょっと分かんないんですけど、ちょっとタイトルマッチという話を、はい、またよろしくお願いします。さあ今川村亮が今リング上に上がってきた、現在のライトヘビー級の王者であります。12月、このリング、ここで井上選手、タイトルマッチやります。まだまだこれで満足することなく、もっと上を目指して頑張ります。はい、もうこの後もっといい試合がいっぱいあると思います。楽しんでいってください。ありがとうございました。さあ川村亮のリングインもあり、この井上のマイクパフォーマンスもあり、12月の指名もあり、そうですね、まあ、川村にとってもそういうこのリングでこういうライバルの存在っていうのは嬉しいんじゃないですかね。しかしこの川村対井上の絵面、これ楽しみですね。そうですね、井上選手それにふさわしい今日は勝ち方をしたと思うんで楽しみですね。さあ主戦場はディープでありますこの井上俊介、そして今日セコンドについていたのは中村和弘であります。吉田道場、これ非常に吉田道場的ななんか不気味さというか怖さがありますね。そうですね、まだこの試合じゃ全て見れないっていうところはあるんでね、その、全て見る間に終わってしまったのがあるんで、まあ、まだまだ怖いですね。まあ、1ラウンド52秒で烈火のごとく打撃で仕留めていった今夜の勝者は井上俊介であります。